サボり下がり行こうか。おはようございます。ブライ専用です。エスカレーターをご利用の際は四つ目に下がり、黄色い線の内側に進みください。ここからなんだよ。どういうこと？ここの近鉄。どっちだ。まあ全然変わってもって札幌わからんのかよ。何年ぶり？20年ぐらい来てん。札幌かな。誰だな。谷松線ちゃうな、わからんな。動物園、天王寺公園、こっちから行こうか。こっち行ってみよう、わからん。JR じゃん、分かった。 JR の電脳駅ちゃうからね。いやもうさっぱりからんだ。これ電脳駅やねんからね、なんかイメージがある。これいやこんな気になった。これは知らんわ。見ようがある、せやの間違いね。見ようやろ。はい、行きます。あれすごいよこれ。ジャコフィーさん、これすごいよこれ。来たねこれ。いや、びっくりしたねこれ。これミオですよ、ミオ。はい、もう一回降りるかな。降りて上がろうか。天使場にちょっと行ってみよう。天使場にな。これ昔の面影はあるわな。田中だったな、昔は。あの辺で切符売りはあって、グリーンがこっちやからね。あれ、ここやわ。変わってんな。建て替えとかだいぶ変わってんな、場所が。昔の大船が残ってますけど、この方でね。大阪のバカ女、お前携帯電話やめてな。どっかこれねえか。そっか、ほら。なんか昔のイメージ残ってる、これ。これ見よう。これなんか基本的にこれ、昔のままよこれ。70何年だから50年ほど前からあんま変わってないんじゃないかな。店は変わってるけど変わってないねこれ。はい、こんなんでしたわ。で、俺でちょっと広場があって、で右の方に食堂街やったかな。今どうなったんやろうね。こんな店なかったな、こんな店は。はい、40何年変わってないよ、これ。イメージは、まあ全然変わってないんだけど、あっこにあれ閉まってんな。これ間違いない。あっこに店があったんだけどな。この店はどうなったんだ。
これの店閉まってるけど、どういうことじゃ。壁しか。あら、みんな閉まってんだけど、これなんだろうね。これね、昭和の時代は賑わってたんやけど、人でものすごくね、ごった返してたんだけどね。で、食堂街だ、こっちね。あ、まだイメージ残ってますね。こっちに切れようか。皆さん、天守場はどこから行って行きますか。天守場こっち行って上がってもらえば天守場には出てます。 ありがとうございます。こちらそうです。全然変わってるね、ここね。この道はなかったんですわ。天守場はボイゲでここ書いてあるけど、まだまっすぐ、はい、まだまっすぐね。天の寺公園、天守は。あ、これでいいんか。はい、これ上がりました。また、エスカレーターから降りたところには立ち止まらないですよね。今日は大事な撮影が残ってるんだけど、まだね。大阪には本当に、大阪市内にはね、連邦公園がほとんど残ってないと崩されたか、まあね、個人の持ち物かでね、なかなか見れないんだけど、残ってないんだけどね、綺麗なやつは。うわ、暑っ。こんな違うんかいね。こんな暑いの今日。暑い。天守はどこだ。天守は。こっちや、明治は。